ブラインドアスリートと感覚三本勝負よっ。どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうとレンニャンです。よろしくお願いします。今回あのオンラインということでレンニャンがどこにいるか、はい、僕は多分下にいます。はいはいはい、下にいるか。これでいいの、はい、今回はですねブラインドアスリートの方と、まあ、三本勝負ということで、まあ、今回の目的を話しますと、まあ、パラアスリートの方と、まあ、勝負を楽しみながら、まあ、障害の理解も、まあ、自然と深めてもらうという意味が一つあります。はい、で、二つ目が感覚を鍛えるだけでなく、まあ、勝負をこう、まあ、楽しみながら、その、まあ、障害者とのコミュニケーションスキルもね、身につけちゃおうということですね。で、そして三つ目、まあ、これが結構僕、もともと興味もあったんですけど、まあ、ブラインドサッカーやパラスポーツのことを知るきっかけになってもらおうかなっていう、まあ、みんなにもね、見てもらって、知ってもらおうかなということで今回この企画を立ち上げました。イエイ。ということで今回このブラインドサッカー、うん、まあ、ブラインドサッカーってあの正式名は5人制サッカーっていう、うん、あの略してブラサカーなんて言ったりもするんですけど、まあ、今回ブラインドサッカーをやられてる、まあ、講師の方に来てもらいました。お、早速登場お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。僕は、アスチャレジュニアアカデミー、の講師をしています。原口純と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アスチャレジュニアアカデミーっていうのが、僕、まあ、全く今目が見えないんですけど、そういった僕みたいな障害のあるパラアスリートの講師が、小学校、中学校とか学校にお邪魔をして、僕たちの話だったりとか、パラスポーツの話だったりとか、先ほど、あゆたろうさんも言ってたんですけども、そういったコミュニケーションを取る方法とか、そういったものを一緒にみんなと学ぶような授業をやってる、っていうところですね。先生、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。もともと本当僕も、ブラインドサッカーとか、まあ、テレビとかで取り上げたりもして見てて、はい、もすごい、どうやってこうボールを追いかけてるんだろうとか、まあ、どういうすごい感覚を持ってるんじゃないかとか、はい、まあ、いろいろまあ聞きたいことがいっぱいあるんですけれども、今回はまあ勝負ということで、僕もちょっと負けないように、やっぱり、ね、一スポーツ選手、まあ、元実業団選手として頑張ろうかなと思います。ぜひ。よろしくお願いします。はい、お願いします。ここからはちょっと僕がちょっと勝負を挑むということで、レンニャンの方にバトンタッチして MC をやってもらおうかなと思います。あゆたろうチャンネル。はい、それではここからは私が進行いたします。よろしくお願いします。お願いします。3本勝負というわけで、まず1本目からいきましょう。お願いします。第1本目、方向感覚対決。イエーイ。おお方向感覚対決とは何ですか。はい、まず用意するものがございます。アイマスク、はい、タオルでも目隠しができるものがあれば何でもいいので、そちらを用意してください。もう用意しております。あ、ありがとうございます。というわけで、まずやり方、ルールですね。目隠しをした状態で、部屋の中を10秒ほどぐるぐる回っていただいて、最後、部屋の入り口がどこか当てる、というゲームになります。指差しで構わないので、お願いいたします。じゃあ、今の場合だと、後ろが、はい、まあ、出入り口だから、ぐるぐる回って、あっちって刺したら正解ってことでね。そういうことです。なんかいけそうな気もするけどね。周囲のね、状況をどんだけ把握できるかっていうことですよ。はい、大丈夫です。周囲のさ、感覚、回るの意味あるのこれ。シャッフルです。シャッフル、OK、分かった。原口さん、大丈夫ですか。大丈夫です。10秒カウントいたしますので。お、じゃあ、はい、なんか、何回回ったかとかもうわからない。何回、もう、そちらはお二人のさじ加減になっております。OK、俺はでも、常に全力だからさ。なんか、その際、補助的なもので、バッバットやラケットなどもあればぜひお使いください。ぐるぐるバット的な感じですね。そうですね、ぐるぐるバットをイメージしてます。僕はやっぱちょっと一応ソフトテニス YouTuber ということで、テニスラケットで代用させてもらいます。いいですね、面白い。はい、セットポジションしてから目隠ししないと俺多分事故るからこれ。原口さんもじゃあ、はい、そうですね、定置についていただいて OK です。めっちゃ怖い。ちなみにブライトサッカーでは、はい、一応本当に公平性を示すために、はい、見えなくてもアイマスクをつけるっていうルールがあるんですけど。え、あ、そうなんですね。一応僕もアイマスクつけた方がいいですよね。本当に見えないんですけど。あ、ありがとうございます。じゃあ、よいしょ。次も、じゃあ俺もこっからつけるよ。どう？先行いいですか？どうぞ。じゃあ先行、あゆ太郎からお願いします。ちょっと待って、ちょっと待ってね。一回練習させて。あ、待って、ちょ、全然思いっきり回れないこれ。俺今まっすぐ向いてる？じゃあ行きますよ、10秒間です。ちょっと待って、これさ、ストップって言った声でさ、分かっちゃうの位置。意外にこれ分かんないですよ。分かんない。意外と分かんないです。大丈夫です。意外に分かんないですよ。マジか。それでは行きますよ、10秒間。よーい、
スタート。ストップ。あ、やばい、酔った。ストップ、ストップ。ちょっと待って。こっちから声聞こえてる。そっちから声聞こえたよね、今。わかってるよ。答えるよ。答えは、こっちです。ここです。はい、残念です。嘘残念、惜しい。嘘でしょ。ちょい左ですね。こっちから声聞こえるよ。ちょい左です。ちょっと開けていい？はいはい、見てください。ぜひ見てください。今開けていいんじゃないか。おー、ほんとだ。全然、今これが、はい、ここだと思ってた。感覚的にはもうちょいずれてたんですね。ちょっと、しかも待って、酔った。これ目隠しして回るもんじゃないから。難しそう、難しそうですね、これ。いや、これは、いや、これはね、はい、田口さん、はい、これね、無理ですよ。いや、大丈夫です。すごい自信がある。これは無理だわ。準備お願いします。一応ちゃんと公平性を、アイマスクを、はい、まあ、つけなくても見えないですけど、お願いします。それでは、はい、いきます。それでは、いきましょう、はい、原口さん、10秒間です。はい、よーい、スタート。ストップです。扉こっち。正解です。え、すごっ。まず最初にいいですか。僕普通に大丈夫ですって自信満々に言ったんですけど、はい、やっぱりこれだけスピードで回ると僕もちょっとフラフラします。それはそうですよね。とはいえ、なんでわかるかっていうと、僕は普段道歩いたりとかしてる際時もそうなんですけど、物の音とか音の反響っていうのをすごく聞くんですね。はい、反響、反響です。だから僕止まった時に、はい、扉はっていう声を出したんですけど、はい、自分の声がどこに跳ね返ってるかで扉の位置指さすことができるんです。すごい。それは例えば部屋とかでも夏場とかエアコンつけてたりとか、ドアが開いてたり窓が開いてたりすると風が流れてくるんですけど、風の流れを感じて、それで自分のいる方向が分かる。結構コツですね。もう完璧、実力で肘伏せられてるじゃん、これ。しかも指さした方向がちょうどドアノブなんですよ。そんなの分かんない、そんなの分かんないでしょ。いつもこうドアを開ける場所って感覚的に覚えてる。あー、ちゃー。というわけで、3本勝負第1本目、原口さんの勝利です。うわー、これね、今1本目だけどもう3本分やられた気分だ、今まで。いや、まだわかんない、まだ。あと2本あるんで。最初聞いた時はこれ1本目はラッキーって思ったんですけど。マジか。あと何が来るかわかんないんで。じゃあ次ちょっと頑張ります、はい、あゆ太郎チャンネル。じゃあ第2本目いきましょう。はい、準備はいいですか。はい、当の3年前からできているわ、こちらは。はい、すいません。それでは第2本目いきます。はい、第2本目、音声聞き取り対決。はい、おお、これは得意。あゆ太郎さんと話しててちょっと耳遠いな、この人って思うことありますけど、大丈夫ですか？大丈夫です。こういう集中した時の、この鼓膜たちの活力が、ね、すごいことになってるから。なるほど。じゃあ僕の話は聞いてないってことですね、普段。まず、音声聞き取り対決っていうことなんですけども、今回こちらでクイズの音声データを2問用意しますので、音声データとしてこちらで流しますので、ここで出されたクイズに答えていただくということになります。音声データなんですけど、視覚障害者などが、メールとか LINE で使うときに、文字がこう読めないじゃないですか。それを音声読み上げ機能というもので、文字を読んでもらうんですよね。ああ、それでこう喋ってくれるってこと？生配信とかでよく使うじゃないですか。コメントを読んでいただけるような。へぇー、へぇーみたいなやつでしょ。あ、そうです、そうです。はい、今回それを使っていきたいので。あ、じゃあこれ原口さんも普段は、はい、この読み上げを聞いてメールしたり LINE をしたり、はい、それこそ YouTube を見たり、なのでいつもあゆ太郎チャンネルをそれで検索してタイトル探して自分で動画流したりとかも普通にやってます。その読み上げの声ですよね。あ、そうですね。それじゃあもう何も苦じゃないじゃないですか、これ今。いやー、わかんないですよ。スピードはこれいろいろ変えれるんで。何パーセントがあるの、これレンニャン。90% を今回出していこうかなと思います。うん、90% が最高。そうですね、こちらで用意している中では 90% が最高です。あ、了解です。はい。
90% が一番早いところから80、70って下げていきます。了解しました。で、問題を出してくるね。はい、そうですね。 OK、 それでは第1問から流していきます。はい、はい、準備いいですか。はい、ちょっと待って。なになに、はい、あの耳掃除は事前にしておいてくださいね。ちょっとそれ耳を見せようと思ったんですけど、今あの耳が汚かったら嫌だなと思ってすごい、なんか見えないで今何が起こってるのか全くわからなかった。想像してゆっくり。それではいきます。第1問、はい、お、え、はい、どうぞ。モスラ。モスラ、はい、モスラです。モスラでいいですか。モスラでいいです。ゴジラと対決したのは誰ですか。はい、モスラです。はい、違います。モスラでモキングギラでございます。そもそも問題が違う。そうですね、全く関係なかった。これ原口さんわかりますか。そうですね、今なんとなく全部ちょっと問題がこれすごい早いんではっきり聞き取れなかったんですけど、明らかにその問題は違うなと思います。ちょっとごめんなさい、もう一回いいですか。大丈夫ですか。聞こえました。聞こえました。まず聞こえました。その声がもう聞こえない。これに答えてるんで。ちょっとわかんない、聞こえ、わかんないよこれ。多分もう一個ぐらい下げた方がわかりやすいかもしれない。音量は大丈夫ですか。音量は大丈夫。ちょっと一個下げましょう。じゃあ 80% の速さでの出題です。いきます。え、変わった。気持ち遅くなりました。これやるなぁ、ちょっと一回いきます。お願いします。どうですか。はい、もう一回ちょっと聞かせてもらった方がいいかもしれない。はい、それではもう一回 80% の速さで再生します。はい、はい、あやたらさん答えてくれないんですか。え、もう分かってます。これ分かってます。じゃあお願いします。5人制サッカーぶら下がですよね。正解です。イエーイ。え、ど、な、な、どういう、なんて言ってたの。あゆ太郎さんのために遅いのを一回流してあげてもらって。はい、それではあゆ太郎さんのために 70% の速さで流します。お願いします。ということで、全部が聞き取れないけど、はい、部分部分で聞こえたね。それでは第1問は、ゴールキーパー以外の4人のフィールドプレイヤーは全盲の選手で、アイマスクを装着し音の出るボールを用いてプレーする見えないサッカーは何というスポーツでしょうか。答えは5人制サッカー、ブラインドサッカーです。難しいですね。で、今回しかも読み上げの中でですね、4人という言葉を4人って読んでる箇所があるんですよ。そうですね。どういうこと ?4 人を、うん、あ、4と人で分けてるんですね。そういうことね。パソコンの合成音声というか、そういったところなので、日本語では音読みと訓読みってあるじゃないですか。はいはい。それを目が見えてる人だと、その勉強したそういった能力を蓄積した能力で、読み方って考えると思うんですけど、それを機械が全部やってくれているので、時々こういった、ちょっと、うん、まあ、読み間違いじゃないですけど、音読みと訓読みの間違いっていうのはよくあることです。はい、あ、そうなんですね。はい、次ちょっとちゃんと答えますわ。ちゃんと次いきますか。はい、それでは第2問いきます。お願いします。では 90% の速さで出題いたします。なんかさ、差が多くなかった。そうですかね。レニア顔近くにして、カメラの、はい、真面目な顔して。ちょっと差が多かったでしょ。差が。はい。あ、それってあれですか、視力を使った誘導尋問ですか。あ、これはですね、威圧ってやつです。なるほど。視覚的威圧ってやつ。もう一回 90% で。なんか差が多かった気がするんだよな。そうかな。じゃあ違いますね。もう一回流すんで聞いてくださいね。はい。何々でしょうかって言った気がする。まあクイズですからね。腹立つ今の。
腹立つなぁ、こんな今の。的確な切り返し。あ、でも僕 90% 慣れてきたかも。え、分かっちゃったんすか？多分もう一回90いったら危ないんで、じゃあ80いきますね。はい。80% の速さでの出題です。スポーツ大会って聞こえた。お。お。お、合ってた。いい感じですよ。はい。あ、相田さんどうぞ。ブラインドサッカー。それさっきやん。なんで同じ答えが2回続くのなんかそういうことしそうじゃん。いやいや、そんなひねくれてないですもん。全部同じ答えとかしそうじゃん。その内面を俺は読んだのよ。それは相田さんのマーキングシートの時でしょ。全部3番でしょ。いや違う違う。マーキングシートは全部1番が一番いいから。違いますよ。ブラインドサッカーではないです。もう分かっちゃいましたか？あ、もう最初から。僕は。問題聞き取れても、ちょっと考えなければいけないかもしれないですね、この問題。そうですね、一部じゃあ、遅いの聞いてみてもいいですか？そうですね。70% いいですか？ 70% お願いしてもいいですか？で 70% の速さで出題いたします。世界には様々なスポーツ大会がありますが、観客数で比べるとパラリンピックは世界で何番目に大きい大会でしょうか？様々なスポーツ大会がありますけど、うん、お何々が何番目なんでしょうか？もう一番大事な部分だよ。もう一回。もう一回。もう一回 70% いきますよ。世界には様々なスポーツ大会がありますが、観客数で比べるとパラリンピックは世界で何番目に大きい大会でしょうか？観客数が、うん、何番目なんでしょうか？おぉ。何が？もう出題者2人になっちゃってる。ね、なんで俺こんな責められてんの？なんか、久々に学校に来たみたい。結果的に何番目って言われても俺分かんないんだよ。まあいいですね。片手に入ります。片手で。じゃあ僕先に答えていいですか、原口さん。どうぞ。3番目に入ります。はい、寺さん答え3番目。はい。何がっていうところを聞き逃しちゃうとね、これ答え合ってるのもあれですよ。うん、確かに。何がってところがちょっと、ね。何が3番目なんですか？これでなんか、普通に当たっても僕納得できない感じ。うん、多分ですけど、ブラインドサッカーの観客の数、何番目でしょうか、世界。相田さん、その時点で不正解です。何ですか、答えは。田口さん、どうですか、答え。はい。結論を言うと、とりあえず3って出した答えは奇跡的に合ってるんです。そう。ただ、これ、相田さんもおっしゃってましたよね。その、プロセスが大事なんですよ、見られるね。っていう動画で見させていただいたんですけど。やべ、見られてる。でしょ？問題はいろんなスポーツがある中で観客数で見るとパラリンピックは世界で何番目に多い、スポーツの大会でしょうかっていう問題です。その通りです。はい、ですよね。ちなみに3番目がパラリンピックなんですけど1位2位って分かります？1位がですね、はい、オリンピックです。あゆたろさん2位は何だと思いますか？俺オリンピック答えたかったら、ね、オリンピックとオリンピックの間にあるの？4年に1度ですね。4年に1度ってワールドカップ？お、何の？ワールドカップもいろいろありますね。いろんな競技のワールドカップあるんで。サッカー。何？サッカー。いや、自信持ってくださいね。合ってますよ。何？大丈夫です。サッカー。はい、はい。2位がサッカーワールドカップです。もうなんか心臓痛い、なんか。だって今、構成2対1ですからね。というわけで、第2問目が、世界には様々なスポーツ大会がありますが、観客数で比べると、パラリンピックは世界で何番目に大きい大会でしょうか？答えは3番目です、はい。これで音声聞き取り対決の方は全然2問終わったので。これは最後の勝負にかけるしかないです。最後1万ポイント。1万ポイントですか？最後1万ポイントでいきましょう、原口さん。お願いします。OK です。OK です。いつからポイント制になったのよ。わかんないです。急に始まった。だって、これじゃあもうさ、原口さんの勝ちが決定しちゃうじゃん。よしよしよし。ピリピリしたの好きなんで。これが男ですよ。あゆたろうチャンネル。第3問目いきます。お二人とも大丈夫ですか？はい、はい、はい。ちょっと、僕が勝ったら今度、ブラインドサッカー教えてください。勝ち負け関係なくぜひやりたいんですけど。やりましょう。まとまっちゃった、ね。3問目いきますよ。3問目いきますよ。はい、方向感覚、聴力来たので、次、匂いでいきます。嗅覚です。はい、嗅覚です。第3問目、匂い嗅ぎ分け対決です。おぉ。来ました。このね、匂いはね、ほんと得意なんだよ、俺。おぉ。匂いに関しては。例えば。なんかね、食べ物の匂いとかね、すごい聞き分けたり、誰かが兵士したらすぐ誰かわかる。それ、誰の音、誰のものだっていうのは匂いでわかるんですか？匂いわかります、僕。それすごいですね。あ、ちょっとあんま深く聞かないでください。一人はいますよね、クラスに。衣類の匂い嗅いで誰のだっていう。あ、それ、そう、そう。あ、そうですね。そのタイプ。すいません、じゃあ、問題の方に行きます。いきます。今回ですね、2人には、異なるコンビニのフライドチキンを、3種類用意してもらったと思うんですけど、
はい、大丈夫ですか。3種類のフライドチキンをですね、異なる袋に入れていただいて、それをシャッフルしてですね、どれが A、B、C のチキンか、匂いを嗅いで当ててもらうというクイズです。もう匂いを嗅いでどれが A か当ててもらいます。で今回この匂いなんですけど、原口さんは、はい、普段この生活の中で匂いというのはどういったものなんですかね。はいはい、まあまあもちろんいろんな匂いを匂ったりはするんですけど、これ多分皆さんあまり使われてないと思うんですけど、目が見えない人、まあ特に僕は結構よく気にしてるんですけど、道を歩くときって、僕全く目が見えないんで、白杖っていう白い杖をつきながら歩くんですけど、その時に、例えば道を覚えるときに、皆さんはなんかその看板目印とかってあるんですけど、僕たちは結構その匂い目印にするっていう、そういう人もたまにいるんですね。僕結構、それ派なんですけど、例えばコンビニの匂いがしてきたらところを右に曲がる。コンビニの匂い焼き鳥屋さんの角、焼き鳥屋さんの匂いがしたらそこの、ま、目の前に行きたいお店がある。なるほど。たまにそういう感じで、まあ、やってる人もいて僕は結構それをするんですけど、なのでこれも僕得意なん違うかなって思いますけど、ああ、そのもう自信が負けにつながるかもしれないですね。ただ、正直なこと言うと、さっきの2つは、もう聞いた瞬間にはこれ買ったなと思ったんですけど、これはちょっとわかんないです。お、初めて弱気の部分を見れた。僕、はい、季節によっては、鼻炎で鼻が通らないことがたまにある。今日の鼻、これは有利か。鼻通りはどうですか？大丈夫だと思います。ちなみに僕はこのコンビニのジャンクフードめっちゃ大好きなんですよ。はい、ああ、僕も大好きなんですよ。このチキン、あ、好きなんだ。なるほど。僕も週3で食べるくらいのペースなんですけど。あ、負けた。あれ食べすぎっす、それは。ただ、気をつけてください、それは。並べて匂い比べたことはさすがにないんで。食べすぎっす、それは。経験値では、ちょっと原口さんに分かるかもしれないです、これ。チキン経験値は。はい、準備できたところで、それではじゃあ A から匂いを覚えていただきたいので A を探しましょう。お互い匂いを嗅いでいただいて匂いを覚えてください。20歳老けた今んで。わかりましたか？はい、こちらが A の匂いです。はい、続いて B 覚えていただけますか？うん、あれ？うん、お、二人が分かれた。ここでなんか改めて匂いだけ嗅ぐと普段俺匂い嗅いでないんだ。あ、でも僕 AB はこれ違うって分かりましたよ。確かに AB は OK です。これ今2択なら当てれる自信ある。いえ、3択にしますよ。これ C の方の匂いを嗅いでいただいて。あー、目には嘘ついてるとかないよね。これ C と B が分かんねえわ。おぉ。いや、お互いスパイスの感じとかこう、嗅ぎ分けてください。なんかね、フライドチキンいろいろこう、スパイス使われてると思うんで。はい、どうぞ、もういいですか？はい、OK です。はい。それではじゃあ、お手元のチキン3種類をシャッフルしてください。シャッフル、シャッフル。無心で回してくださいね。すんげえ油ぎっしょの匂いだ。あ、もうこれ完全にわかんない。もうわかんない。あゆ太郎チャンネル。いただきましょう。じゃあまず A の匂いがするものを手前に出してください。じゃあここからは全部嗅いでいっていいんですよね。はい、お願いします。はい。え、なんかさ、わかるかもこれ、はい、あれ、なんかこれはね、絶対違うこれは違うだろ。これすごい光景ですよ。いい、ちょっと危ないよこれ。はい、これ負けたくないな。僕 OK です。が、二人とも答え固まりました？はい、はい、固まりました。じゃあ、A だと思うものを手前にお願いします。あゆ太郎さんと原口さん。はい。お二人とも、正解です。おお、すごい。これはね、こちらが分かった。この A 社のフライドチキンはね、まあ、要はお世話になってる、はい。なるほど。はい、なんか、これ他の三つの中で一番なんか、匂いが、スパイスがきつくないですか？いや、そうなんですよ。ちょっと違うんですよ。ですよね。ですよね。きつい。なんかちょっと一番独特な匂いがするな。残りの二つがちょっと難しそう。これ本当に僕も、やばい。なるほど。じゃあここからは二択になりますね。次、B のチキンをお願いします。じゃあちょっと探します。はい、探してください。なんか匂い変わった？え、あー。
あれ、なくなっちゃった。何がなくなっちゃった。え、チキンなくなりました？早口さんどうですか？いやー、わかんないぞ。いや、多分でも、OK です。もう、あー、ちょっと待って。これ食べちゃダメ？ダメ。ダメですよ。あ、わかりました。わかりました？はい。じゃあ、二人とも固まったということで、B 社のチキンだと思うものを前にお願いします。どうぞ。お二人ともそれで大丈夫ですか？はい。はい。原口さん、正解。あやとさん、正解。うそーよかったー。 C ですよ。これ C？ はい、C です。そうだろ。いやー、大丈夫です。第3問目で原口さんがもう一回 B を出すかもしれないんでね。外すかもしれないからね。もう一回。そうですよ、うん、まだありますよ。じゃあ3問目行く前にもう一回シャッフルお願いします。はい。 B C これで。でもね、味は違うと思うんだよ。それではすいません、最終問題 C のチキンを探してください。どうぞ。はい。だからそう、これはね、絶対違うんだ。あ、これ違う。A めっちゃ分かりやすいんですよね。あ、これだ。アイタさん、OK ですか？ OK。ラブゲームができるかできないかの最後の食事になります。変にプレッシャーかかってる。綺麗に終わらせようとしてるもんね。いや、本当に。いや、ちょっと待ってくださいね。これマジで。これは負けたくない。大丈夫ですか？ OK です。 OK です。それではお互い C だと思うものを前にお願いします。大丈夫ですか？お互いそれで。はい。正解者は、原口さんです。おぉ。え、俺は？相田さん、B です。え、これまた B？ さっき思ってたの C です。嘘？はい、逆に見ちゃったんですね。原口さん、全問正解です。さすがです。いやー、嘘。ちょっと取っていいですか、これ。取ってください。はい。というわけでですね、A、B、C の匂い、どうですか、相田さん。いやこれね、いやどうやってもね、俺がこっちがね、C 社に感じてしまうのよ。最初の記憶段階の時点でちょっと多分間違えたんだと思います。なんかもうその先入観が、俺の範囲は先入観。いやー、乾杯じゃん、これ。はい、というわけでラブゲームですね。いやー、よかったです。普段そこまで勝負強くないんですけどね。いえいえ、すごい。こちらの、はい、三本勝負、原口さんの勝利となります。イェイ。じゃあ、乾杯です。ありがとうございました。ありがとうございます。乾杯。何にも言えなかったな、これは。楽しかったですね、これ。面白かったですね、なんか、はい、いろいろやっていただいて。ジュニアさん、無視ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。あゆ太郎チャンネル。いやー、負けたな。このいろいろ勝負を通して思ったことがいろいろあったんですけど、いいですか？はい。はい、なんかやっぱこの匂いとかで感じてるとか道をとか言ってたじゃないですか。はい。それも衝撃的だったし、確かに気になってたんですよ。サッカーするにも普段の生活とかにしても、はい、ちょっと外歩くときとかでも怖くないのかなとか、どうやって何を目印にしてるのかなとかが分からなかったんで最初。今回この勝負をしてみて、やっぱすごいんだなって感じました。改めて。ありがとうございます。だって僕らが普通にこう多分目つぶって外歩けって言うと、ここですら僕怖かったんで、聴覚にしても嗅覚にしても、うん、体のその感覚っていうんですか、その、すごかった、うん。はい。僕は生まれつき全く見えなくって、光も全然わかんなくって、まあそんな状態で生活をしていて、はい、結構その歩くときは、それこそ音の反響だったりとか、はい、風の動きとか、匂いとか、そういったものを使いながら、皆さんと同じような生活をしてるんですけど、はいはい、これも目が見えない人、視覚障害の人って言ってもいろんな人がいるんですよね。少し見える方とか、まあ、あとは生まれつきじゃない人もいるし、障害のある人っていうところで見ると、耳の聞こえない人もいれば、手足の不自由な方がいたりとか、本当にいろんな方がいる中で、まあ、みんながそれぞれ、まあ、いろんな工夫をしながら、なんか生活をしていて、今日は、僕の感覚っていうところも少し、なんかお伝えできて、はい、すごい、楽しかったな、良かったんですけど、まあ皆さんいろんな形で、いろんな工夫をしながら、まあ、普段の生活だったりとか、はい、スポーツをやってるんだっていうのを、なんかそれでちょっと知っていただければ嬉しいなっていうふうに思います。確かにこの感覚の部分が桁違いですね、多分僕らとはもう本当に。そうですね。本当改めて今すごいなと思ったのと、やっぱこの、まあ、原口さんブラインドサッカー、5人サッカーをやられてるんで、はい、まあぜひそちらもちょっと本当に、体験してみたいっていうのがあるんで。やりたいですね。はい。本当は、なんか実際に、本当にガチの対決をしたかったなと
ブラインドサッカーで PK 対決とか、そっちの方をぜひやりたかったんですけど、ぜひ、なんかそういう時期が来れば、ぜひぜひお願いします。ね、はい、僕もぜひ、なんかテニスとかもやってみたいなっていうのがあって。あ、いいですね。やりましょう、やりましょう。やっぱり、目が見えない人のテニスっていうのも、パラリンピックの種目ではまだなってないんですけど、はい。本では実はあったりもするんで。へぇー。はい。まあ、あと車椅子テニスとかも有名ですけど、あったりとか、はい、そういったものもあるんですけど、普通のテニスってやっぱ僕たちあんまやったことがないんですよね。はいはいはい。だから、ラケットでパコンって打つ音とか、あれをできたらめちゃくちゃ気持ちいいやろうな。僕らは特に公式テニスっていうのとソフトテニスっていうのがあるんですけど、はいはい、まあ、僕はそのソフトテニスをずっと小学生からやってて、はい、で、動画とか、ちょっとさっき見てくれたって言ってたんですけど、はいはい、音とかどうですか？なんか気持ちよくないですか？すごい。いや、普通の公式テニスよりもなんか僕は個人的にはソフトテニスの音の方が好きですね。あ、なんかゴムをほんと引っ張ったくような音だと思うんですけど。なんかいい音がする気がして、なんかね、気持ちよさそうな音がするんで。うん、結構気持ちいいんで、ぜひぜひちょっと今度、まあ、またコラボするときがあったら、ぜひ、ボールとラケットも持っていくんで。それでなんか、どれだけ僕が、その、あゆ太郎さんのタイミングに合わせて、ラケットを振って、僕がどれだけなんか、ボレーできるかみたいな。いや、すごいですね、それで。面白そう。それできたら面白いですよね。そうですね。ちょっとなんか、そんな感じで結構いろいろ、なんか、こうしたらできるんじゃないかとか、見えないからとか、はい、無理だとかじゃなくて、なんか、こうしたら面白いんじゃないとかって結構やって、うん、いろんな遊びを僕たちも開発したりもしてるんで。そうですね、確かに。はい、またぜひぜひ、ちょっとお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回は、原口さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。それで、次回の動画でまたお会いしましょう。せーの。バイナー。